ドナウ川、ドナウ川、ドナウ川、ラテン語、デヌービウス、ドイツ語、ドーナウは、ボルガ川に次いで、ヨーロッパで二番目に長い大河である。ドイツ南部バーデンビュルテンベルク州の森林地帯、シュバルツバルと黒い森に橋を発し、おおむね東から南東方向に流れ、東欧各国を含む十カ国を通って、国海に注ぐ重要な国際河川出る。河口には、 ドナウデルタが広がる。全長は 2850km。現在のメイドナウ、ドイツ語、ドーナウと各国語で、それに相当する名前は、ラテン語のデヌービウス・ダーヌビウスに由来する。これは、ローマ神話のある家神の名である。スキタイ語、あるいは、ケルト語からの借用語が元になっていると、考えられている。スロバキア語では、デューナジ。セルボクロアチア語では、ダナブ。 ハンガリー語綱、ブルガリア語、ルーマニア語、ダンター、英語、フランス語、ダニューブである。後藤ダヌは、インドヨーロッパ祖語で、川を意味するダーヌという単語より来ている。ケルト神話のダヌ、ダヌ、インド神話の水の女神ダヌ、ダヌなど、陰謀語族の神話にはこの語が残っている。国会周辺にはドン川、ドニエプル川、ドネツ川、ドニエストル川など、 同様の単語から派生したと見られる川の名が多数ある。語尾英雄は、コゲルマン語で流れを意味する、オイに由来し、ドイツ語名称2763年以降、使われている。ドイツ語では以前はトノック、その後はダノーの名が使われ、現在に至る。日本語表記は、ドナウ川、ダニューブ川。下流域は古代ギリシャ語では、イストロス川と呼ばれた。これは、 ケルト語のヤングシナトラに由来する。ドナウ川の名称は、シュバルツバルト地方の町ドナウエッシンゲンで、源流河川のブレイク川とブリガッハ川が合流する地点において、初めてその名が生まれる。このドナウエッシンゲンの町を収めた、フィルステンベルク港の上巻の庭に、ドナウの泉と呼ばれる源泉があり、ここがドナウ川の源泉だと言われている。彫刻などで飾られ、 観光名所ともなっているが、しかし実際は、ブリガフ派川に注ぐ支流であり、ここが地理学上の源泉とはみなされない。またドナウエシ神原にはもう一つの支流として、ウニペルスの泉と呼ばれる泉もあるが、こちらは現在では、近郊住宅地の中にある。この泉は、無人地帯の国道の脇を細い流れで下った後、フィルステンベルク工場間の池や水流を経由し、 ドナウの泉が注がれるのとは反対の南側からブリガフ派側へ合流する。ブリガフ派側の源泉はドナウエスンゲンより鉄道で二駅ほどのザンクトゲオルゲンという町の郊外にある。地理学上のドナウの源泉は本流であるブレク川の源泉であり、これはフルトバンゲンという町の郊外にある。このブレクの泉にはドナウ川の真の源泉である旨の説明板がある。 ブレクの泉より100メートルほどの場所にあるエルツ川の源泉はライン川に合流する。ライン川は北海に注ぎ、ドナウ川は国海に注ぐので、この二つの泉の水が出会うことはない。同じく近辺にはいくつかの小さな支流の川が流れ、その源泉が湧き出ているが、一方はライン川に注ぎ、一方はドナウ川に注ぐ。これらの境界は、 ヨーロッパの分水嶺と呼ばれている。フルトバンゲンには鉄道駅はないが、ドナウエス信源及び近隣の町トリベルク、ドイツ最大の滝で有名な町。この滝はライン側にそそぐなどからバスが出ている。ドナウの源流は上記の通り、ドイツのシュバルツバルト地方にあるフルトバンゲンの郊外にある。ここから流れ出す川はブレク川と呼ばれ、 南東に4 8トル下流のドナウエス信玄の町で、北から流れてきたブリガフハ川と合流し、ここからドナウの名を与えられる。ドナウ川はここから北東に流れ続け、シュバーベン山地を抜けて、ウルムやインゴルシュタットを通過し、フランケン山地を抜けた後、では、ラインマインドナウンガと接続する。その後、レーゲンスブルクでレーゲン川を合わせると同時に、南東へと向きを変える。 その下流でミュンヘンから流れてきたイーザル川を合わせた後、パッサウで北からのイルツ川、南からのイン川と合流する。パッサウの下流からはオーストリア領内に入る。リンツを抜けた後、メルク修道院を起点として3 0トルほどバッハウ渓谷と呼ばれる継承地が続く。この渓谷には古城や修道院が点在し、 また、オーストリア最大のワインの産地でもあるため、ブドウ畑の中に城や草院の佇む美しい光景が観光客の人気を集めており、また、世界遺産にも指定されている。この渓谷を抜けると、ウィーン盆地へと入り、しばらく下流に、オーストリアの首都ウィーンが存在する。ウィーンは、ハプスブルグ帝国の居城として長く、ドナウ上流地域の中心であった町であり、 また市民生活もドナウ川と密接に結びついていた。美しく青きドナウなどドナウを主題としてウィーンで作曲された曲も数多く存在する。一方でウィーンはドナウ川の氾濫にも長く悩まされてきた町だが19世紀後半の河川改修工事によってドナウ川の氾濫は抑えられた。ドナウ川はウィーンの町を抜けてその下流でコカルパティア山脈を越えるいわゆる ハンガリーの門と呼ばれる境外部を過ぎする。ここまでがドナウ川の上流部とされる。ハンガリーの門の名の通り、ここから下流はハンガリーに属するものと古来されてきた。現在でもドナウ川はここでオーストリアからスロバキアとハンガリーの国境をなすようになる。この門のすぐ下流にスロバキアの首都ブラチスラバが存在する。門で隔てられているとはいえ、 ブラチスラバとウィーンの距離は 60km に過ぎず、オーストリア・ハンガリー帝国時代までは密接な交流があった。またブザがオスマン帝国に占領されていた17.18世紀には、ブラチスラバはポジョニと呼ばれ、ハンガリーの首都となっていた。ブラチスラバ下流では、かつて大規模ダムの建設計画があったものの、環境保護運動により中止となった開発。 スロバキア・ハンガリー国境はエステルゴムで終わりを告げ、ここからはハンガリー領内に入る。エステルゴムはハンガリー国オーイシュトバーン一世が体感した歴史ある都市であり、ドナウカ藩には町のシンボルであるエステルゴム大聖堂が建っている。エステルゴムのすぐ下流、ドナウベンドと呼ばれる地域でドナウ川は東西から南北に流れを変え、ハンガリーの中央部を縦断する。 ドナウ川が流れる各国の中でも国土の中央部を貫流するのはハンガリーのみである。ハンガリーにおいてドナウ川は南北をつなぐ交通の軸でもあり、また東西を分断する障壁ともなっている。ブダペストには多くの橋が架けられているが、それを除くとハンガリー国内にドナウ川を越える橋はほとんどない。ドナウ川を境としてハンガリーはやや飛んで焦尊が多く、 やや都市化の進む西部と、プスタと呼ばれる大平原が広がり、大村落が多く、農業を依然中心とする東部とに二分されている。ただ、人口分布や富においては東西に大きな差はなく、かなり均質なものとなっている。ここでは、ハンガリー大平原を貫流することとなり、穏やかな流れが続く。ハンガリーの首都、ブタペストは、ドナウの真珠とも呼ばれる美しい都市であるが、 かつて西岸のブダと東岸のペシュトの二つの町だったものが合併したもので、そのためドナウ川は町の中央部を流れることとなっている。ブダとペシュトの間には1849年に西池に鎖橋が架けられて以降何本かの橋が架けられているが、中でも西池に鎖橋はその美しさでブダペストのシンボルの一つとなっている。 ハンガリー領の南端近くのドナウエンには、モハーチの町があるが、ここは1526年にモハーチの戦いが起き、ハンガリーがオスマンに敗れた、古戦場である。ハンガリーを抜けると、クロアチアとセルビア、ボイボディナ自一州の国境をなす。ここで西から流れてきたドラーバ川を合わせ、ブコバルで流れを再び大きく、東西に変えた後にセルア国内に入る。 ボイボディナの州都であるノビサドを通った後、セルビアの首都ベオグラードでスロベニアから流れてきたサバ川を合わせる。ハンガリーから続く平原地帯はベオグラードのやや下流で終わり、やがてセルビアとルーマニアの国境となる。ここはドナウ川がカルパティア山脈を越える地点であり、その部分には急流で知られる鉄門がある。ここは長い間難所として知られてきたが、 現在では、ダムの建設によって水位が上がり、穏やかな流れとなっている。また、鉄門ダムには3つの水力発電所が建設され、合計240万キロワットの電力を生み出している。ここまでが、ドナウの中流域である。鉄門のすぐ下流にあるドロベタイコールトゥルヌセベリンで、ドナウは再び平原へと流れ出て緩やかな流れとなる。その後は、下流域となり、 ワラキア平原をブルガリアとルーマニアの国境をなしなが5 0 0トルに渡って流れていく。ドナウ川の屈曲部、ブルガリアの生誕に近いビディンとルーマニアのの間には2013年にが開通し、それまでフェリーで行き来していた両都市を結ぶこととった。この地域で最も大きな町は南岸にあるブルガリアのルセである。ルセと対岸のルーマニアのジュルジュとは によって結ばれている。この橋は上日の新ヨーロッパ橋が同区間に開通するまでは、ブルガリアとルーマニアとを結ぶ唯一の橋だった。ドナウ北岸のワラキア平原は、西部のオルテニア、東部のムンテニアとも、考えが広く行われ、またドナウ橋の出現の高地転換が進められてきた。ブルガリア領主リストラの北岸で、ドナウは大きく、北へ流れを変えて、 ルーマニア領内へと入る。シリストラの対岸はルーマニアのカララ市であり、領市はフェリーで結ばれている。この辺りから東に位置するドナウ川と国会に挟まれた地域はドブロジャと呼ばれる。カララ市からやや北東に位置する東岸のチェルナボダでドナウ国会運河と接続する。チェルナボダは交通の要衝であり、西岸のフェテシティと1895年に カロル一世郷で結ばれて以降、ドナウ国会運河のほか、首都ブカレストと国会沿岸の貿易港コンスタンツァを結ぶ、道路、鉄道、水運すべてがこの町を通る。その後、ブライラの町を通った後、ガラツイの町で再びドナウは東に向かい、ウクライナとルーマニアの国境をなす。また現在、ブライラでは、ドナウ川に架境を設ける工事が進められている。この地域では、 ドナウ川は、北のキリア分流、中央のスリナ分流、南のセーゲオルゲ分流とに分かれる。キリア分流が最も水量が多く、上流の水の70%が流れ込む。スリナ分流には10%、セーゲオルゲ分流には20%前後が流れ込む。ウクライナ・ルーマニア国境は、北のキリア分流であり、ウクライナ領のオデッサ州北岸には、イズマイエルの町がある。 また、南のセーゲオルゲ分流沿いには、ルーマニア領であるトゥルチャの町があり、北、ドブロジャに接する場所となっていて、そこは、モルドバ領のカフケのにも接している。この地域は、ドナウデルタと呼ばれる広大な河口デルタ地帯となっている。そして、スリナ分流は、国会沿岸の町スリナで国会へと注ぎ込む。ギリシア人は、川口から鉄門までのドナウ川を知っており、 イストロス川と呼んだ。ローマ帝国もほぼ同じ地域まで進出し、ヒステール川と呼んだ。ローマ帝国時代には、ほとんど源流から川口までの全域が、蛮族に対する帝国の北方の防衛線の役割を果たした。ウィーン、ブタペスト、ベオグラード、ソフィアといった各国の首都は、この時期の最重要基地に起源を持つ。ドロベタイコールトゥルヌセベリンの近郊には、 105年にローマ帝国によって築かれたドナウカ流発の橋梁であるトライアヌス教の遺構が今も一部残存している。この橋は皇帝トライアノスのダキア戦争時にドナウ北岸のダキアへ進行するために建設されたもので翌106年にダキアはローマ帝国に占領され属州、ダキアとなった。ドナウの両岸が ローマ帝国の支配下に置かれていたのはこの俗州ダキア、現在のルーマニア西部のみであり、残りはドナウ川をそのまま国境としていた。271年、俗州、ダキアは放棄され、ローマ帝国は川の南岸へと引き上げた。ローマのダキア統治は165年間と、比較的短いものであったが、この地方はすでにローマ化されており、 現在でもルーマニア人はラテン系民族となっている。375年、紛族によって圧迫された西ゴート族がドナウ川を渡り、ここにゲルマン民族の大移動が始まった。これにより、ドナウ川はローマ帝国の北部国境としての意味を失い、ゴート族をはじめ、ゲルマン諸民族や紛族などが次々とドナウ南岸へと押し寄せた。 ローマ帝国東西分裂後は、下流は東ローマ帝国の北部国境となったものの、やがてブルガール人がこの地域を奪取し、第一次ブルガリア帝国を建てた。中流部のハンガリー平原には、アバール人やマジャール人などの遊牧民族が押し寄せ、そこからマジャール人によるハンガリー王国が成立してその領域となる。かたや、上流域は神聖ローマ帝国領となり、 この地に置かれたオーストリア辺境白領が非ならず、強大化していった。追おって、オスマン帝国が、強大化しか流域を半トに組み入れ、中流域も1526年のモハワチの戦いによって、ハンガリー王国が大部分の領土を喪失すると、大部分がオスマン帝国領となった。さらに上流域のウィーンにも1529年、 1> 第1次ウィーン包囲と1683年、第二次ウィーン包囲の2度にわたって、押し寄せるなど、この時期のドナウカワナカ下流域は、オスマン帝国の重要な交通路となってた。第二次ウィーン包囲の失敗による1699年のカルロビッツ条約によって、中流域はオーストリアに割上され、18世紀には、大まかに上流、中流部がハプスブルク家のオーストリア領に、 カリュブがオスマン帝国領となった。19世紀に入ると上流、中流部のオーストリア領では民族自決の動きが強まり、1848年にはウィーン3月革命が勃発するなど体制が動揺を続けた。またこの頃、ドイツにおいて統一の動きが高まる中、オーストリア皇帝をいただく大ドイツ主義家、プロイセン王をいただく。 小ドイツ主義下で対立が深まり、1866年の広島戦争により、大ドイツ派のオーストリアは敗れ、最上流部は1870年にドイツ帝国に吸収されることとなった。一方、統一ドイツから排除されたオーストリアは、東欧、ドナウ志向を強め、1867年にはオーストリア帝国はアウスグライヒを、 マジャール人と結んで、オーストリア・ハンガリー帝国、二重帝国へ改組された。ドナウ川は二重帝国を結びつける大動脈となり、このことから、その当時のハプスブルク帝国をドナウ帝国と呼ぶこともある。この時期には、民族自決の動きが盛んになる中、二重帝国制をさらに改組し、諸民族が同等の権利を持つ連邦国家、ドナウ連邦の構想がなされた。 また、この時期は産業革命の進展する時期であり、二重帝国内においては、新しく登場した機械や技術を利用してドナウ川の開発、改修が進められた。1862年の春の洪水をきっかけに、ウィーン周辺で行われた河川改修工事は、流路の変更を伴う大規模なものであり、10年後に完成した後は、ウィーン盆地内の流路は、 非常に安定したものとなり、また、流路の直線化によって得られた土地や水路の拡張、安定化は、ウィーンやオーストリア経済に多大な恩恵をもたらした。この河川改修工事は、ハンガリー内においても大規模に行われ、ドナウの流れは直線的に改修され、洪水も激減した。この河川改修により、それまで春などの増水期にはあちこちに、出現のできて、い。 ハンガリー平原は乾燥化が進み、各所に乾燥した草原が広がるようになった一方、水利の向上によって農地が拡大し、ハンガリーは農産物の一大輸出国として繁栄した。この繁栄を受けて、ハンガリーの首都であるブダとペストも急速に成長した。1849年にはブダとペストの間に初めて成長に鎖橋が架けられ、1873年にはブダと ペストが合併して、ブダペス市が誕生し、ハンガリーの中心として栄えた。この時期は、ウィーンでは、ウィンナ・ワルツが流星した時期であり、ワルツ王とも呼ばれるヨハン・シュトラウス二世が1867年に作曲した、美しく青きドナウなど、数々のドナウを題材とした名曲が誕生した。一方、カリュにおいては、オスマン帝国の勢力が衰える中、オスマン支配下の 各民族の独立運動が盛んになっていった。1817年には、ミロシオブレノビッチを公として、オスマン総主権下のセルア広告が成立した。1829年には、ロト戦争に勝利したロシアが、アドリアノープル条約で、ドナウベルタを領有し、ドナウへと進出する足がかりを得た。しかし、クリミア戦争の講和条約である1856年の、 パリ条約において、ロシアは南ベスサラビア及びドナウデルタを失い、一時この地方から交代する。またこの条約においては、ドナウ川の国際化戦火が進められ、各国への自由航行が保障された。1859年にはオスマン層主権したのはアラキア公国とモルダビア公国が連合し、1861年にルーマニア公国が成立。 セルビア・ルーマニア両公国は1877年のロト戦争でロシア側に立ってオスマンに戦し、その結果サン・ステファの条約によって両公国は完全独立を承認され、セルビア王国及びルーマニア王国が成立。ブルガリアも大ブルガリア公国としてオスマン総主権下ではあるが大幅な地を認められ、オスマン帝国はドナウ沿岸への影響力をほぼ消失した。 だが、この条約はロシアに非常に有利なものであったため、各国の反発を招き、翌1878年のベルリン条約によって、セルビアはそのまま独立を認められたものの、ブルガリアの領土は大きく削減され、オスマンの総資権も拡大した。この結果は、ブルガリアの不満を招き、後年大ブルガリア主義の台頭を呼んで、バルカン半島の不安定化の一因となった。また、 ルーマニアも国会に面するドブロジャの領有を認められた代わりにロシアに南ベスサラビア、ブジャク地方の割譲を余儀なくされた。ドブロジャはルーマニア人の多いこれまでの領土とはやや異質な土地であり、またドナウナンガンのシリストラ要塞及び南ドブロジャはブルガリアに与えられたため、この条約はルーマニアにも不満を残した。これによりロシア帝国は再び ドナウ沿岸に領土を持つこととなった。しばらく安定していたドナウ沿岸の国境線は、1913年の第二次バルカン戦争において、再び変化する。この戦争において、ブルガリア王国が敗北したため、ブルガリアはシリストラ及び南ドブロジャをルーマニアに、割上した。しかしブルガリアはこの地の奪還を悲願とし、以後30年以上、南ドブロジャは、 バルカン半島の火種であり続けた。第一次世界大戦によって、ドナウ全域は戦火へと巻き込まれ、中央同盟国のドイツ・オーストリア・ブルガリアと、協商国側のロシア・セルビア・ルーマニアとの間で、激しい戦闘が起きた。結局1919 19年に、中央同盟は敗北し、ブルガリアは、ヌイイ条約によって、南ドブロジャをルーマニアに割譲。ルーマニアは、 ソビート連邦からベッサラビアも獲得しており、大ルーマニアが誕生した。オーストリア・ハンガリー二重帝国は解体し、旧二重帝国領のドナウエンガンには、オーストリア共和国、チェコスロバキア、ハンガリー、ユーゴスラビア王国の四つの新独立国が誕生した。しかし分割された国境線をめぐって争いが絶えなかった上、 それまで統合されていた広大な領域が分割されたために経済圏は崩壊し、ドナウ連邦の考え方はほぼ消滅してしまった。結局この経済、政治的広域圏崩壊の衝撃から立ち直ることができないまま不安定な国際情勢が続き、結局1938年のアンシュルスによってオーストリアがドイツに併合されたのを皮切りに、沿岸諸国は次々と ナチスドイツの軍門に下っていくこととなった。第二次世界大戦後、ルーマニアはベッサラビアをソビエト連邦に南ドブロジャをブルガリアに割上した。第二次世界大戦後には上流域の一部を除くほとんどが共産主義化し、ソビエト連邦の影響下に置かれ、西側諸国の航行は困難となった。1972年には鉄門にダムが建設され、 下流域と上、中流域との航行がやっと可能になった。冷戦終結後、東欧革命によって政治的障害がなくなると、ドナウ川流域の交流は再び盛んとなった。東欧革命は沿岸諸国内の動揺をもたらし、1991年には、クロアチアがユーゴスラビアから、モルドバとウクライナがソビエト連邦から独立し、 1993年にはビロードリコンによってチェコスロバキアが対しスロバキア共和国が成立現在のドナウ沿岸の国境線が確定した1992年にライン側につながるラインマインドナウ運河が完成し北海から国海までの水運が可能になった同年11月1日に EU が設立されるとドナウ側は 東側諸国との国境という位置づけで重視されることになった。EU と東ヨーロッパにおける経済のようとしてこの河川はこれからも注目されるであろうことが予想される。だが、その一方で同河川の東岸エリアの国々においては法の支配の尊重という意識が低い点から法の支配を支える機関への政治的圧力や汚職がそれを妨げていると指摘する声が多く、 特に、ハンガリー政府と欧州委員会は、その点をめぐって、これまで何度も衝突してきているため、今後の進展は、同エリアの出方にかかっているとも捉えられる面がある。ドナウ川は、古くより、沿岸諸国の重要な交通路や港湾産業の拠点として機能していたが、鉄門などいくつかの難所や急流があり、川口から上流部まで直接線で航行することは近年まで。 不可能であ。しかし、19世紀中盤になるとドナウ川においても、国際化戦火が進められ、1856年のパリ条約において、ヨーロッパ委員会が設立されて、川口からブライラまでを国際管理下に置くとともに、各国への自由航行が保障された。第一次世界大戦後には新たに、国際委員会が設立され、航行の上限であるドイツのウルムにまで、 管理区域が拡大されたが、第二次世界大戦後、1948年には、ソ連の指導下の下、ダニューブ川の高校制度に関する条約が、東欧諸国間で締結された。この条約によって、ルーマニアのガラツィニが設立され、ドナウ川の高校を担当したが、当時の同意委員会の加盟国は、ソ連ルーマニアユーゴスラビアブルガリアチェコスロバキアンが、 理で、東側諸国のみのみ参加だった。この頃には西側に属したウィーンと東側に属したその下流域との交流もほとんどなくなっていた。後にドナウ委員会にはオーストリアが聖火盟国として西ドイツがオブザーバーとして参加し、本部も1954年にはハンガリーのブダペストへと移転したがドナウ川高校が東側優位のもとにあったことに違いはなかった。 冷戦終結後も、ドナウ川委員会は存続し、ドナウ川高校の調整を行っているが、ドナウ川沿岸国以外も多数の国が、オブザーバーとして参加している。ドナウ委員会加盟国は2014年から、本加盟国が、ドイツ、オーストリア、スロバキア、ハンガリー、クロアチア、セルビア、ルーマニア、ブルガリア、モルドバ、ウクライナの沿岸10カ国と、ロシア合わせた計11カ国であり、オブザーバーは、 フランス、ベルギー、オランダ、チェコ、モンテ、メグロ、マケドニア、ギリシア、キプロ、ストルコ、ジョージアの10カ国である。1977年、チェコスロバキア政府とハンガリー政府は、ドナウ川の開発条約を締結し、ハンガリーのドナウベントのすぐ上流にあるナジマロシュと、ハンガリーとチェコスロバキアの国境上にあるガチコボの2カ所にダムを建設し、水力発電や水量調整による、 洪水防止及び安定航行の実現を目指した。1981年にはハンガリーが財政上の理由で4年間延期を申し入れたため、着工は1985年となった。しかし、この頃からハンガリーでは、環境や沿岸部の水没を理由として、ダム建設反対運動が起こり、1989年には、東欧革命によって民主化した。 ハンガリー新政府が計画を中止した。これに対し、すでにガブチコボダムを90%完成させていた、チェコスロバキア側は反発した。対立はさらに激化し、1992年にはハンガリーは条約自体を破棄、チェコスロバキアから権利を継承したスロバキアはこれを非難し、両国の対立は頂点に達した。その後、 欧州共同体の仲裁によってこの問題は、ハーグにある国際司法裁判所へと提訴され、1997年、同裁判所は条約を一方的に破棄したハンガリーとダム建設を強行し、自然環境を破壊したスロバー双方に問題があるとして両国に罰金を命じた。この判決は、国際司法裁判所が国際河川の紛争に対して判決を下した。 世界初のケースであった。イズマイールにおけるドナウ川の流量、1921年から1985年の平均データ。ドナウ川沿岸には、オーストリアのバッハウ渓谷の文化的景観、文化遺産、ハンガリーのブダペストのドナウガ市とブダ城地区及び、アンドラー市通り、文化遺産、ブルガリアのスレバルナ自然保護区、自然遺産、ルーマニアのドナウデルタ、 自然遺産の4つの世界遺産が存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。